どうもタブヤンです。スーパーモモ鉄3、11年目やっていきたいと思います。経済ニュースあるみたいですよ。あ、不景気、11年目は不景気です。えらいことだ。キングボンビーいるのに私あ、モモスラの卵が宮崎に出現。2回目のモモスラですね。8ヶ月後、そうなんだ。私、しかも大切な畑なのに農林とか関係ないんだね。なんかファミコン時代の桃鉄とは違うんでしょうね、やっぱりね。参ったな。キングボンビーおるしね。あ、そうだ前回ね、カード全部捨てられました。目的地カード2つ持ってたのにな。心を入れて帰ってやりましょうか。10マスか、遠いな。6出せ、6、いけ。3、岡山、勝ってもしょうがないよね。あ、でも決算またいだから7億持ってるからね、なんとか耐えよう。7億で耐えさせてくれ。何、また新しい都市を買い占めることなど必要ない。買い占めている都市を俺様が捨ててやる。やめてー、いっぱい持ってるじゃないか私。あー、出雲値段にすると8000万、8000万くれるのか。何言ってんのこいつ。ボンビーザグレート、ボンビーザビューティフル、ボンビーザファンタスティック。腹立つわー出雲が一瞬に。モモスラなんか目じゃないですね。あ、かぐや姫近づいてきましたよ、キングボンビーにお金使うの。自分には買うボンビーは、キングボンビーは降りかからないと思ってますよね。リトルデビルなんて可愛いもんですよ。さあ5月、もう音楽がどうした。あ、宮崎ね、私のために使わないよね、そら。桃太郎も何、また緊急ニュース、桜島噴火。私鹿児島じゃなかったっけ、かぐや姫だったっけ。ああ、ああ、鹿児島って大変なとこですよね、桜島。ああ、ああ、ああ、え、これ現金手術か、もしかして。黒豚とか、あの、え、サッカー日本代表のね、遠藤選手がね、ガンバの桜島の出身なんですよね。あちゃ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 。さあ3出せばかぐや姫になすりつけれる。1と2出すなよ。あ、2出せばいいのか。1だけはやめてくれ。よし、しかもちょうどなすりつけた。やった、よーし、解放されたぞ。これはいらない。あ、よかった。さあかぐや姫、こちらの方が居心地よさそうだなそして私は買わせるというね。やった。あ、このターンから発動。かぐや姫どうなるあ、お金10個、強烈だよねこれ。あ、1が多かったな。3億、かぐや姫一旦耐えた。やるじゃないか。いや、近づいてきてくれてよかったね、かぐや姫。そのあたりの危機意識はないよね。人間とは違うよね、対人戦とは。いや、でも子供の頃、対人戦でやったとき面白かったな、一番。ね、皆さんもやったことあるんじゃないでしょうかね。家族、友達でね、やるのが。最高ですよね。あ、ま、ちょっと癖だな、このカードを押すの。さあ、ボンビーから逃げたい。6!
行こうか。マイナー、あ、不景気なんじゃなかったっけ今日、今回。どうしよう。弱気でこっちに行く。あ、こっちも赤だ。マジか。ちょっとしょうがない、赤引くしかない。不景気でしょ。あー、でもまだ冬じゃないから大したことなかったね。3000万もう11年目にもなるとね、3000万が大したこと なく見えてくるよね皆さんね。もう奥の金より下はなんかね安っぽく。あー戻った。もう一旦食らわせてやってもよかったのに。なんか今回長くなかった、キングボンビーね。多分私が1位だから調整されてるんじゃない。いや、よかったキングボンビーの地獄。あ、お笑い劇場買うの、アシュラ社長が。いやー、吉本新喜劇ちょっと中心になってますね、話のね。だって3億の 50% だから1億5000も入ってくるんだもんね。え、プロ野球チーム20億マイナス 20% なんだ。プロ野球チームってあれか、そのあれですね、結構安定した収入だと思うんだけどな、観客とかね。阪神タイガースなんて最下位でもお客さん来てくれるのね。さあ、宮崎の話はスルーして、どうした、コーチが特集する。へえ、なんかあの坂本龍馬でもやったのかな。ねえ、さあコーチ一マス。コーチはいろいろあるところですね。コールしたい、よーし。いや、勝負運持ってるよ今年。コーチ一番乗り、そしてアシュラ社長にあれか、ボンビーか。でもキングボンビーじゃなくなったからな。あ、不景気がだから半分しか出ない。わー残念。アシュラね。さあどこかな、行ったことのないとこに行きたいよね11年目で。どこですか。あ、鹿児島行ったことあるじゃん。買えるだけ買う。あ、かぐや姫が全部買い占めてます。さあキングボンビーいなくなってから落ち着いたよね。そう、カード全部取られたからな、また1からか。でもあの目的地カード集めるのやめたんでね、やめたというかやめさせられたんで、もうあれかな、ちょっと、あ、クーカード売ってるじゃん。ちょっとメモしとこうかな。桃鉄クーカードがどこに売ってるって、敦賀の下だね。敦賀の下って書いとこう。敦賀の下、5枚集める計画を練らないとね。なんだ、台風か。結構毎年出る感じ。夏だもんね、夏といえばまあ台風ですけど、台風2号って感じですか。うっそ、今度上陸じゃん。あ、松坂牛って私じゃなかったっけ。やばいぞこれ。まず誰、かぐや姫、コーチね。コーチはもう災難続きですね今。一番日本で目立ってる。なんかでも関西寄りが多くない最近ね。あの関東平野のあたり、東京とか、東京、埼玉、神奈川とか、その辺全然行かないね。物価が高いから多分ね。後からでもいいんでしょうけどね、後半ね。あ、やった、めちゃくちゃ嬉しい。カード売り場、おー、いいね。まずはね、ぶっ飛びカード、そして特急カードを3枚ほどいただこうか。うん、
良きに計らえ。あとはね、何にしよう。そうだね。あ、金太郎か。あ、金太郎カード買ったらいいんじゃないの。私今襲われてるんだよね。金太郎カード。そしてそして伊藤洋カード。これでいいか。これでもう全部6枚買ったかな。オッケー、嬉しい。で、次のターンに金太郎カード。え、モモトラマンだったっけ、間違ったかな、もしかして。そろそろやばいんじゃないの。さあ、ボンビーが、アシュラスがね、結構頑張り始めてるんだけど、またボンビーに売られちゃうんじゃね。どうだ。あ、子会社、これ大したことないでしょ。もう何回目なのね。え、なんか3300万。おお、だんだん額が高くなってる気がする。9月、あれ、私は、私もう持ってるよ。はい、使います。やったー、宮崎を守るんだ、私の。勝てるのかな。どっから出てきた、今富士山から出てきたね。金太郎って富士山に住んでるの。そういう逸話あったっけ。あ、卵蹴ってくれた、ありがとう。やったぜ。なんかお礼もらえんの。もらえはしない。オッケー。さあ、金太郎カードを使う手間も省けたね。特急カードでいきましょう。さすがにぶっ飛びカードはね、ここ宇和島ですからね、四国フェリーに乗れるからね。こっからこのフェリー便利だよね。さあ、どこ、ちょっと寄り道して駅に入る。あの R っていうとこ入りたいね。ちょっとカード売れば行こう。あ、666カード、以前から気になってたカードですね。何なんだろう、666カード、やっとわかる。おっと、ボンビー連れてきましたよ、アシュラ社長。あ、みんななんか四国経由で行こうとしてる。あ、大阪のお好み焼き屋、かわいそう。さあ、10月、今年も中盤戦。この説明聞きたいな、666カード。他の社長さんを悪魔がしばらくの間6マスずつ動かしてしまうカード。ちょっと意味がわからない、どういうことなんだろう。しばらくの間、恐ろしいね。なんかすごく良さそう。なんだろう、競り合った時。あ、大分入ってみよう。どんな物件があるんだろう。あ、かぐや姫 IC 工場大分。これはダメだ。なんかあの目的地競り合ってきた時に使ったら有効かも。あー、マイナス1億、190万、耐えたね、かぐや姫。不景気だもんね。でも今まだ冬じゃないでしょ、秋でしょ。秋で1億か、すごいな。ちょっと冬の3ヶ月はね、赤止まったらダメだね。さあ、最後、秋の最後かな、11月。どうしよう、サイコロ振ろうか。あと何マス、9マスか。このターンは入れない。下行ったらどうなる。あ、ちょっと熊本入りたいね。熊本。何がある？
ああ、私の土地ですか。これ増資しようか。伊藤用カード。伊藤用カードで割引しての、あ、ちょっとでも安い物件だから買える、普通に買おうか。贅沢。8件、3億。伊藤用カード使うと、おお、一応2億ぐらい安くなるじゃん。まあ、これ買ってしまえ。増資。熊本を強化しました。イエーイ。あ、カード売り場どうするんだろう。あ、サミットカード売るの。1億、全員集合ってやつでしょ。最高の武器なんだけどな、サミットカード。まあ、かぐや姫ちょっとお金がない、やばかったからね。あ、カード売り場なんか流行ってるな。カード売り場、バキュームカードね。バキュームカードはいらんかな。あの、うんちカード、うんちを吸い取れるやつですもんね。お食事中すいませんね、お食事されてるちょっとね、うんちカードとか言ってはいけないよね、これ。申し訳ございません、お食事中の方ね。出た、特急カード。基本戦略だよね、特急カードは。うん、お、値段も手頃だしね。さあ、6出せばゴールという状態。666カード関係ないな。あー、2か。あー、マイナスは無理ですくー、戻ろうか。カード売り場にしよっかな。やばい、みんな近づいてきたよ。でも来い。なんか初め、あ、刀狩りカード初めてですね。でもなんか前のバージョンでもあったな。あ、これゴールしたりしてありえるよ。このだって3人ね、ホールインワンを2回も出した3人ですからねいやいや、まあミニボンビーでしょ、やっぱりなそれ2回連続は来ないよね、キングボンビーさあ、今年中にゴールしたいな、私が。あー、みんな特急カード使ってきた。煮詰まってきたね、煮詰まってきたよ。あ、ボンビーを私につけたのか。違うかい、やっぱり。8マス。ちょっと特急カード使って、なんていうの、あの、遠回りしてのね、ホールインワンを目指そう。どうだ、13マス。うん、13マスでゴールできないかな。何度かね、見逃したことだよね、これ。あ、違う、え、どうすんの、 X か、え、違うね。ごめんね、いけるかな。か、いまだにちゃんと覚えてないという、しっかりせえ。ここか、こうか。やったー、ゴールしましたいや、これ使うもべきだよね。やりました、狙い通り。特急カードの使い方うまい。不景気に2勝しましたねいや、援助金半分ですからね。でも1回分本当は3億もらえるのが2億だから、まあまあ、あんまり喜べないね。うん、かぐや姫。さあ、ちょっと関東方面、東側行きたいな。ずっと関西だからね。おお、いいじゃない、仙台。関東方面、買えるだけ買う。あ、さらに増資。どうしようか、行こうか。おい、増資まあ、収入低いけど2倍になるしね、収入が。オッケー。
もう決算も近いしね、決算たったらまたお金入ってきますから、いいんじゃない、冬に買い物するのはね、うん、あんまり春とか。おー、マイナス2億どうしたかぐやちゃん、久しぶりにこれあ、任せるとかできるんだ。関西の地盤がどんどん下がっていきますよ、かぐや姫。でもかぐや姫やっぱりなんか関西弁に合わないですよねなんか、うん、標準語とか喋ってほしいな、かぐや姫にはあ、ぶっ飛びカード、大失敗ぶっ飛びカード失敗しましたね。あ、また出たの。あー、鹿児島か、やめてー、また金太郎カード買わないといけないの、参ったな。いや、今増資したとこじゃないかえ、これ跡形もなく消えるんでしょ、参ったな。アシュラ社長使うわけないよね。どうしようか、仙台まで50マス、めちゃくちゃ遠いね。あ、刀狩りカードの説明しなかったね。誰かのカードを1枚奪う、でも失敗することもある。超いいカードをね、2人が手に入れたら使ってみようかな。ということで、買ってたこれ使いましょうか、ぶっ飛びカード、いけー、関東方面、ゴー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 、おー、いい角度じゃないこれ。あー、和歌山でも中途半端、ぶっ飛びカード3枚ぐらい持って勝てたらよかったかもね。目的地カードな、5枚揃えればもうね。でも5枚売ってるとこを今調べようとしてますからね。あ、皆さん、あのネタバレで売ってるとこは教えないでくださいね自分の足でね、調べたいと思うんで、あのコメントいただくと私全部コメント読んでるんでね、ご協力お願いします。3月決算、いやー、今年もいろいろありましたね。11年目、やっぱり最初の10年よりはね、あの金額も高くなって奥の金が動きますよね。収益9億、おお、もうちょっとで10億、おお、だいぶ差をつけた。あ、え、かぐや姫ファンの皆さん、今見てはいけないものを見た。あ、カニ漁船収益 5% 黒字になったじゃないか。おお、肉薄してきた、アシュラ社長がかぐや姫に。これ三つどもえも可能性あるよね。いやー、私もキングボンビーちょっと削られたけどね、まだまだ耐えられました。そしてカニ漁船これね、カニ漁船はまあ収穫次第ですからね。そして今までね、ずっとかぐや姫が持ってたお笑い劇場アシュラ社長の手に渡ってしまいました。どうなるんでしょうか。こんな感じでまだまだ、でも高額物件がね、3億とかですからね、まあ、5億10億の物件もまだあるからね、まだまだ分かりませんよ。地域王はこんな感じになっております。アシュラがね、中部地方を握っておりますね。はい、ということで11年目、こんな感じですね。かぐや姫が、あ、違う、アシュラ社長がどん底まで行ったけど這い上がってきましたからね。今後も楽しみな展開が続いております。明日もお待ちしております。それではまた、さよなら。